フルハウス、フルハウス、現代はアメリカで制作されたシチュエーションコメディテレビドラマ。ABC テレビで1987年から1995年にかけて全192話が放送された。制作はロリマーテレビジョン。妻を事故で亡くした男が男友達に助けられながら子育てをしていく物語である。 第一シーズンは1987年9月22日から金曜午後8時枠で放送が開始された。はじめは視聴率は振るわず打ち切りも検討されたが、徐々に人気を博していった。シーズン8まで全192回を数え、本放送は1995年5月23日に終了した。1990年代には世界各地で放送が開始される。 コメディでありながらも、家族や友人の大切さ、愛の大切さなどを語るドラマでもあり、番組前半では笑いを誘い、後半では涙を誘う。また児童虐待、喫煙、飲酒、性、死などの問題を扱うエピソードもある。なお、本作は全エピソードが、TVG、全年齢対象の評価を受けた。 アメリカの ABC ファミリーでは2003年から2013年まで再放送されていた。2015年現在はニコロデオン系列のにて再放送されている。また同じくニコロデオン系列のでも2009年から2012年まで再放送されていた。2015年には本作のスピンオフドラマフラーハウス、フラーハウスの制作が発表された。 2016年2月26日より、ネットフリックスにて配信が開始された。なお、ミシェルを演じた、オルセン姉妹は諸事情により出演が見送られている。日本では、NHK 教育テレビ、E テレで1993年4月7日から放送を開始し1997年2月12日までに、全192話を放送、毎週水曜日、 その後も1997年4月から2001年1月までと2005年4月から2009年9月まで休止期間ありの計2回再放送されている。衛星放送ではディズニーチャンネルとララ TV で放送されていた。インターネットでは2016年2月26日からネットフリックスでスピンオフフラーハウスと同時に全話一斉に配信されている。また、 2016年7月19日からは、アベマ TV で放送を開始した。本作終了後に、NHK 教育テレビで放送された、シットコムの吹き替え声優が本作をよく視聴していたことを語ることが多く、アイカーリー、2010から2016年の水木奈々、ビクトリアス、2012から2014年の漢字足掘り、超能力、ファミリーサンダーマン、 2014年タイの桜花並みが本作をよく主張していたと話している。特にサンダーマンについては、ジェシー役の堀内健優、ベッキー役の佐々木優子の夫婦、ヒロインの両親役共演についても言及されている。サンフランシスコに住むタナー夫妻には10歳の DJ と5歳のステファーニー、そして生後9ヶ月のミシェルの3人の娘がいたが、不幸にも詰まったメラが、 交通事故で亡くなってしまう。夫ダニーは、親友上位と、既定ジェシーに協力してもらって、男手だけで子育てすることに。ダニーは、テレビ局でキャスターをしていて、昼間は家にいないので、その間は、子供好きなコメディアンの上位と、エルヴィス・プレスリーを崇拝するミュージシャンのジェシーが、子供の面を見る。三人の娘に手を焼きながらも、二人は、次第に父親らしくなっていく。 シリーズ中盤には、ジェシーの妻のレベッカ、二人の子供の双子、ニコラスとアレクサンダー、近所に住む DJ の親友となるキミーとボーイフレンドのスティーブなどが加わり、タナー家は、フルハウス、満員という意味。父親が二人、娘が三人という初期設定から、ポーカー役のフルハウスとも引っ掛けているになって、行くのだった。そのたた第一シーズン第5ロクサーナ役。 深見理科。第5シーズン第25.26は、ジャノラリ役、関俊彦。第7シーズン第14はジェーミー役、石田明。外観として使われた家は、1883年に建てられた、ビクトリア様式の家である。放送開始時、家の前に、数メートルほどの小さな木が建っていたが、現在では立派な大木に成長している。 この家は2016年に売りに出され、本作クリエイターのジェフ・フランクリンが購入した。その後、建物の改修工事を実施した上で、2019年に売却することになった。購入の際、フランクリンはこの家を本作のセットに近い内装へのリニューアルし、一般の入居者に貸し出す計画をしていたが、東物圏を訪れる観光客が急増することを懸念した近隣住民から、 苦情発生していたため実現しなかった。なお、棚明ケの住所として紹介されているジェラード通り、ジラールストリート1882番地、棚明ケの電話番号555-2424、及び DJ 専用の電話番号555-8722は、いずれも架空のものである。当初はガレージだったが、改装して上位の部屋となった。 第5シーズン第4話で再度改装されて、スタジオとなるが、改装作業はジェシーが行ったため、防音されていなかったり、ドアノブが外れたりと欠陥が目立った。リビング、キッチン、洗濯室、トイレ、1階がある。階段及び固定電話は、リビングとキッチンの2箇所に配置されている。バスルーム、ダニーの部屋及び3つの子供部屋がある。廊下には、 家族の写真が飾られている。それぞれの部屋には住んでいる人物の性格をよく表している備品が置かれている。固定電話は子供部屋、大、小に配置されており専用の番号が割り当てられている。本作で登場した以下の言葉が名ゼリフとして認知されている。番組はロサンゼルスにあるワーナーブラザーススタジオで撮影された。 全シーズン通じて見られるサンフランシスコの景色のほとんどは、一日で撮影されたものを繰り返し使っている。しかし、追加撮影したものもある。スタジオ外で撮影することは稀であるが、第8シーズンの第1話、コメットの恋路では、実際にサンフランシスコでロケが行われた。第3シーズン第1話のタナー家のハワイアンナイトでは、ハイで、 第6シーズン最終話、ラブリーホリデーでは、フロリダ州のディズニーールドで、撮影が行われた。テーマソング、エブリウェアユールックは、ジェシー・フレデリックが歌っている。フレデリックは、ディラン・チャールズと共にテーマソングの編集にも参した。作詞作曲は、フレデリック、ジェフ・フランクリン、制作指揮者、ベネット・サブレイによる共作。 テーマソングは放送上の都合で徐々に短くなり、最初は1分半だったが後に1分ほどになり、最終シーズンは約40秒に縮まっている。これについてフランクリンは視聴者がオープニングの途中で他のチャンネルに変えてしまうことを防ぐ目的があったと語っている。テーマソングは何度か再ミキシングしてあったので複数あり、微妙に違うものと、 明らかに違うものなどがあり、すべてを含めて4種類存在する。米国で放送された版には、歌詞が一部変更されたバージョンも存在する。第2シーズン以降、オープニングクレジットの前に短いプロローグを流すように変更された。そのため実際のオープニングには、フル、ハウスとの文字が表示されるだけとなった。こちらも視聴者がオープニングの途中でチャンネルを変えてしまうことを懸念した。 ためである。オープニングの中で、棚一家が車に乗って、ゴールデンゲートブリッジを渡るシーンがあるが、引きのシーンは、実際の役者たちではなく、大役が乗車している、第1シーズンのみ。第3シーズン以降、準レギュラーが、レギュラーに昇格するに合わせクレジットも増える形となり、第7シーズンでは12人の役者のクレジットが、オープニングで表示された。 レベッカ役のロリ・ロックリンは、第3シーズン以降、キミー役のアンドリア・バーバーは、第5シーズン以降、スティーブ役のスコット・ウェインガーは、第6.7シーズンで、ニッキーアレックス役のブレイク、ディラン・トゥ・オミー・ウィルも第7シーズン以降に、クレジットが表示されている。空眼法、カリフォルニア州法により、幼児の労働時間、撮影時間、一カットで照明を当ててもいい時間が、 厳しく制限されているため、ミシェルの役は、アシュレー・オルセンとメアリー・イコールケト・オルセンによるダブルキャストであった。奥様は、魔女や大草原の小さな家等でも同じような方法が使われていたが、ハリウッドでは撮影時間を稼ぐ目的で双子を起用することが、他、オルセン姉妹は、その代表例であった。第1シーズンではオープニングに、オルセン姉妹のクレジットはなかった。 これについて監督のジェフ・フランクリンは米国版 DVD のインタビューの中で当初赤ん坊だった二人をミシェル役として継続して同番組に出演させる予定がなかったが次第に二人の存在がドラマの上で大きな存在であることに気づいたため第2シーズン以降レギュラーキャストにしたと説明しているこのためオープニング上にクレジットが表示されない 1> 第1シーズンでも DVD のパッケージには、オルセン姉妹の表記がなされている。姉妹のクレジットは、以下のようになっていた。なお、最終シーズンでは、オルセン姉妹のクレジットは、安堵を付け加えて、他の出演者よりも最後に表示される、いわゆる、スター俳優のクレジットを与えられていた。オルセン姉妹が幼児だった時は、泣くことが多く撮影が困難になることも多く。 ジョン・ステイモス曰く、一時期オルセン姉妹を外して、別の双子で撮影を試みたという。しかし、キャストやスタッフの思惑通りにならなかったためオルセン、姉妹に戻したことが明かされている。シリーズが進むにつれて、メアリー・ケイトとアシュレイの顔の特徴に違いが現れたため、プロデューサーがアシュレイとメアリー・ケイトのどちらかの交番を提案したが、ステイモスが大反対したため、結局終了まで、 ダブルキャストを通した。オルセン姉妹は、作中で何度か共演しており、第1シーズンでは、ジェシーの夢の中で出てくる二人のミシェルとして、第4シーズンではまたいとこ、パメラとジェシーのいとこの子のメディーナとして、第5シーズンでは、良いミシェルと悪いミシェルとして、第8シーズンではもう一人のミシェル、記憶として二人揃って登場している。このドラマでは、 友情を繰り返し描いている。棚明けの人間や、または、その関係者は固い絆で結ばれているが、時として対立したり言い争ったりする。それでも最後には互いに理解し合い、友人は常に互いのためにあるということを再確認するのである。第一シーズンの第一話で、ジェシーとジョーイは、突然パメラを失い戸惑っているダニーや娘たちを手助けするため、 自分たちの生活を犠牲にしてまで、タナ明ケへやってくる。その人物設定からも、友を大切にする彼らの姿勢が組み取れる。この作品は、子供たちやティーンが楽しめる要素を盛り込みつつ、大人も楽しめるドラマを目指して制作された。よって、子供たちの可愛さも、去ることながら、大人たちのエピソードも数多く取り入れられており、両者の立場から、感情移入できる作品となっている。 また、各エピソードの終わりにはハグとキスを欠かさず、視聴者の心を打つシーンが盛り込まれている。さらに家庭内や年頃の子供たちによくある問題を扱うことにより、この作品は高く評価されることとなる。音楽面では、ザ・ビーチ・ボーイズやエルビス・プレスリーの影響を大きく受けている。ザ・ビーチ・ボーイズに至っては一度だけゲスト出演しており、作中で、 コ々コを、棚明けの面々と一緒に歌い、踊るシーンがある。アメリカ時間の2015年4月20日、トークショー番組、ジミー・キンメルライブの中で、ジョン・ステイ・モースが、スピンオフシリーズが制作されていることを明らかにした。タイトルは、フラーハウス、フラーハウス。ネットフリックスの制作で、2016年2月26日より13エピソードの配信が開始された。 夫を亡くした DJ と3人の息子たち、その子育てを手伝う妹のステフと親友キミー及びキミーの娘の共同生活を描く内容である。メインとなるキャンディス、キャメロン・ブレ、ジョディス・ウィーティン、アンドリア・バーバーのほか、ステーモス、ボブ・サゲット、デイブ・クーリエ、ロリ・ロックリン、スコット・ウェインガー、トゥオミー・ウィル兄弟もオリジナルシリーズと同じ役で出演している。 なお、オルセン姉妹の出演は見送られ、オルセン姉妹が演じたミシェルについては、言及に止まっている。なお、米国版も S シーズンまで発売されており、パッケージには、北米向けを示す、リージョンコード1と記されているが、実際のリージョンコードは、オールであり、日本向けのリージョンコード2の DVD プレイヤーで再生すると、冒頭に日本語で著作権に関する警告文が、 表示される。米国版の方が安価であるが音声は英語のみの収録となっている。また、日本版のリージョンコードもオールであり、リージョンコード1の DVD プレイヤーで再生すると、英語で FBI による著作権に関する警告文が表示される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。